大分トリニータ監督の片野坂です。私のマイベストチームはフォーメーションは 3-5-2 です。ゴールキーパーは松本、山賀の森田選手。理由はやはりまず松本山賀の優勝に貢献し、そして堅守をしっかりとゴール前で守ったところはやはり素晴らしいプレーをされたと思います。そしてディフェンス、まず3枚の右から清源金沢の庄司選手、非常に対人の能力が高いですし、ヘディングの強さ、前線へのフィード、そういうところは金沢の守備を非常に牽引して非常にアグレッシブなプレーをしてたなと思います。3枚の真ん中は東京ヴェルディの井林選手、まあ、プレーオフ東京ヴェルディを進出させてディフェンスリーダーとして牽引し、非常にいい統率を取れた選手だなと感じました。そして3枚の左は松本山賀の橋内選手、まあ、橋内選手も右や真ん中や3枚のところはどこでもできるんですけど、非常にいい対人能力、そしてスピードがあり、上背は決して高くないんですけど、非常にいいディフェンス能力の高い選手だなというところのこの3枚を選びました。まずボランチからいきましょうかね。ボランチはアンカーで1枚で横浜 FC の佐藤健介選手、佐藤選手も横浜 FC のボランチの中央のところでボールをしっかりとさばきながら攻撃を構築し、非常に落ち着いたプレーをしながら守備でも非常にアグレッシブに、やる横浜 FC の心臓となってプレーオフ進出に貢献してたなという評価です。ウィングバック、右のウィングバックは、ロアッソ熊本の田中選手、まあ、やはり非常にスピードがある、上下運動アップダウンができますし、運動量多く、そしてアシストゴール前への関わり、まあ、そういうところはやはり J2 のレベルでも非常に高いプレーをしてたなと思います。左のウィングバックは松本山賀の石原選手、石原選手は右利きなんですけど、左からのもちろんカットインもありますし、縦に抜けてのクロス、非常にアップダウンし、攻撃を左サイドから構築してやってたなと。松本山賀の左サイドの攻撃は、ま、石原君がいると脅威になってたなというところで、選出しました。まあ、中盤のところの3枚のところの、まあ2トップの2シャドウという形で、シャドウの選手というところでヴァンフォーレ甲府の小塚選手、ヴァンフォーレ甲府では 3-4-3 でやってシャドウとかをやってるんですけど、ボランチもできるし、非常にアイデアの持ってる、相手の嫌なところにパスを出す、そういうアイデアをすごくある選手で、非常にいいプレーをしてるなという評価です。3枚の右は大宮アルディージャの大前選手、まあ、理由としてはやはり、まあ、シャドウのトップ下、のところからでも得点に絡めるし、起点に作れるし、セットプレーのキッカーとしても非常に素晴らしいボールを蹴るし、脅威になって、で得点っていうところもこのリーグの中で非常に高い決定力をある、得点力のある選手ということで、選出しました。そして2トップは、レノファ山口のオナイウ・アドー選手、山口の J2 リーグ最初のところで非常に攻撃を牽引し、そして得点力、ゴール前の迫力、決定力っていうところでも非常に素晴らしい選手だという評価です。そしてもう一人の2トップのもう一人は松本山賀の前田大然選手ですね。松本山賀の優勝に貢献し、シャドウのところからスピードを生かし、相手を撹乱し、そういうところで上回り攻撃を牽引してた、非常に怖い選手だったなという評価です。まあ、以上の、3-5-2 というシステムメンバーをマイベストレベルということで選びました。